今回は、巷で流行ってるんじゃないですかね、ロボットファイトの裏技というかバグ技なのかよくわかんないところでは、あるんですけど、ロボットファイトの裏技をやっていこうと思います。まあその前にブロスターボックス見てください。これ100個、はい、きっちり貯めました。これ次回100連、していこうかなと思います。その時にね、2段のスターパワーが貯まりきればいいんですけど、いかほどなのか分かんないんで、どのぐらいスターパワー貯めればいいのか分かんないんで、貯まりきるかよく分かんないですけど、まあとりあえず今回は、ロボットファイトの、裏技を、はい、やっていこうかなと思うんですけど、実践はちょっと今できないので動画撮っておきました。はい、なので今からその動画を、見ていきたいなと思います。とりあえず、1回目ね、これ失敗例なんですけども、はい、見ていこうかなと思います。はい、どうしようかな、どこら辺からしようかな、始まったとこら辺でいこうか。パーティーはパーティーはちょっと待ってね、パーティーは、ブル、パーム、エルプリですね。はい、これ失敗例です。はい、最初言っときますけど、でこれ最初にね、まずエルプリの SP スペシャルを貯めていきます。で味方はとりあえず金庫に攻撃が一切入らないように、守ります。はい、でできるだけエルプリが、雑魚を倒して SP を貯めて、上にある裏技ポイントにまで、はい、行くって感じですね。で、エルプリが処理しきれない、雑魚敵は味方が補助していくって感じです。もうそろそろ溜まったのかな。ああ、溜まったっぽいね。で、エルプリが SP 溜まったら、まあ、大体40秒ぐらい溜まるみたいですけど、で、エルプリが裏技ポイントに行きます。それ、後で見せれるかな？多分見せれると思うんですけど、はい、しばしお待ちください。はい、裏技ポイント行きまして、で、ハイカットって自分は呼んでるんですけど、上ら辺の、敵が一切来なくなります。まあ、なぜかというと、上にエルプリがいるので、エルプリ全部吸い寄せられて、まあ、雑魚敵が来なくなるっていう感じです。まあ、雑魚敵ボスも含めて、ボスは、脇ゾーンによって全然違ってくるんで、正直運になるんですけど、まあ、上に湧いてくれたら勝ち、下とか横に湧くとちょっとやばい、ちょっとっていうか処理できないと終わるって感じですね。まあ、1人減ってるんでだいぶ難易度は上がるんですけど、まあ、正直この技は運なのかなっていう、運要素がだいぶ強いですね。はい、まあパワーっていうか上手ければ、全然運は多少悪くてもいけるんですけど、このパワー1とか初心者の方がやるとなると、運がほとんどなのかなっていう。はい、じゃあちょっと飛ばそうかな、失敗するところまで。で、今倍速手動でしてますけど、こんな感じで、あー、そう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 、2体目のボスの時に、下から湧いちゃってきてる感じですね、これは。はい、で、上以外にボスが湧いちゃうと、処理しないといけないんですけど、まあむずいんすよ、2人で処理するのは。はい、かなり難易度が高いので、だいたい処理しきれなくてやられちゃいますね。はい、多分これでやられるんじゃなかったっけ、やられちゃいます。まあなので、まあ、上にボスが湧いてくれないと、まあ、この裏技は成立しないって感じですね。はい、じゃあ次は自分がエルプリやってみたんで、はい、ご覧ください。まあ、とりあえずなんかぐるぐる回ってるけど、雑魚が湧くまで待ちます。で、やっぱりね、野良でやるのは結構むずいんですけど、今まあ流行ってるんで、流行ってるし、まだ修正入ってないので、多分次のアップデートでこの裏技なくなると思うんで、なるべく皆さんも早くやっといた方がいいんじゃないかなと思いますね。やるならね。うん。まあ別に、やらなくても全然いいんですけど、まあ、やりたい方はなるべく早めに、うん、やらないといけない感じですね。で、ここです。裏技ポイント。真上ですね。はい。金庫の真上に行けばあります。はい、こんな感じで、
穴を開けて、雑魚が入ってこないようにするんですよ。はい。で、このままずっと待つだけなんですけど、エルプリ役の人は。まあ、エルプリでもいいし、スターパワーが溜まっている、スターパワーがあるならダイナマイクでも、代用できるみたいです。でもダイナマイクはスターパワーがないと使えないんで、まあ大体の方はまだエルプリになるんじゃないですかね。自分もエルプリだし。で、下に湧いちゃったのかな？横かわかんないですけど、はい。で、まあまだ1体目のボスなので処理できるんですけど、2体目3体目のボスが、下に湧いちゃうと大体終わるね。うん、やってみてわかったけど、まあ、1体目はまだ弱いから全然処理できるんですけど、2体目3体目のボスが下とかに湧いちゃうと、まあ大体終わっちゃいます。はい、いいかな。こんな感じですね。で、まあこれはあとひたすら待つだけ。はい、ひたすら待ちます。で、ここでやられんのかな。で、処理できなくて終わっちゃいます。うん、やっぱ運ゲーなんすよね。ボスが上に湧いてくれるかっていう、それだけの裏技ですね。じゃあ次、成功例いきましょう。この成功例ね、たまたま野良で入った人がエルプリで、まあ、うまいことやってくれたっていう、はい、感じなので、途中からになってしまうんですけど、はい、成功例、確かこれかな？はい。はい、途中からになっちゃうんで申し訳ないんですけど、これはフルで見ていこうかな。で、エルプリが上行ったところからスタートですね。やっぱね、結構パム使いやすいんだよね、本当に。使いやすさで言えば、個人的には。はい。で、上にボスが湧いてくれて、確かこの時1回目と2回目、2体目のボスが両方とも上行ってくれたんで、すごい楽だったはず。うん。で、ウェーブが結構進んでくると、多分、最大スポーン数が決まっていて、雑魚的の。全く雑魚が湧かなくなります。はい。だいたい何分ぐらいだったかな、忘れちゃったけど、そこまでは。雑魚が、終盤は全く湧かなくなります。で、最大タイムが確か13分14秒だったっけな。はい。で、終わっちゃうんで。This is my scrapyard. じゃあ、まあ、こんな感じで雑魚を処理しながら、まあ、待ちながらって感じですね。で、ロボットファイトの最大報酬が6分半ぐらいで、到達になっちゃうんで、確かね、6分半ぐらいで切り上げてるんですよね。はい、確かこのぐらいで切り上げてます。はい、で、湧いたやつが溜まってるんで、もうほんとカオスなんですよね、状況が。これやばいわ、ほんとに。だから若干携帯がカクついてる気さえしたほど、えぐい、ほんとこの量はえぐい。で、6分53で切り上げてます。で、まあ、等倍だと、64トークンもらえてれば、最大報酬もらえてますね。はい、じゃあゲームに戻りまして、今回はまあ裏技の紹介っていうか、まあみんな知ってるよね。これ結構今巷で話題の、はい、裏技なんですが、あとね、イベント終了まで1日と、1時間ってことなので、まあ皆さん早めにやった方がいいんじゃないですかね。まだ多分うまくいけばっていうか、エルプリの人いたら多分大体ロボットファイト今は裏技やってんじゃないかなって思うので、まあ当倍でも全然いいと思うので、皆さんやってみてはいかがでしょうか。はい、じゃあ、ちょこっとした、ロボットファイトの今だけ多分おそらくできる、裏技でした。次回はこの100個溜まったブロスターボックス引いていくんで楽しみにしといてください。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。